一緒にそう思ってまして、で今年はやっぱり南の輪とかね、まあ、特に子供たち、長野県の子供たちにやっぱり他人事じゃないってことをもう一回やっぱり伝えたいなっていうことかな。でその中で起こったさまざまな体験、自分がお父さんお母さんに伝えたいなとか友達に伝えたいなと思ったことをその会場の中で、まあ、朗読とか演劇とかいろんな形で発表するような感じですかね。まあそういう大きな演出っていう意味ではそういうところが大きな演出ですね。で今回陸前高田に入りますと、まあ、当然その合山神社で一番お世話をした宮司の奥さんで本に書いてある荒木滝子さんという人です。この人はもういろんな本にも、まあ、NHK にもそう出てますが、この人が、どんなふうに体験したかということをリアルに子どもたちに語ってくれます。悲しい体験とかそこにはいっぱいの知恵もあります。で今度逆に娘さんの宗子さんという方は小学校の先生だった方です。でもう辞めてるんですが、で宗子さんは宗子さんで今から何を求められるのか、被災地が今本当にボランティアが必要なのかとか今本当に何を求めてるかっていうのはこの宗子さんが語ってくれます。はい、それぞれの
よ。